部屋、どうして上下が逆さまに。記憶域の形は刻々と変化しているの。なんとかして天井まで行かなければならないわね。今いるのがその天井だが。ヨミさんの言う通りね。とにかく上にある地面まで登らないと。もちろん柱を登っていくわけじゃないわ。あなたたちに記憶域で行動するための小技を教えてあげる。君らはこの生徒し、君らに選ぶ道はない。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。どう？奥室があなたの周りを流れているのを感じる？次は適当な場所を探して壁を歩いてみましょう。始めよう。ルールは破るためにある。あっ、いや、落ち着いて。やれる。ほらほら、呼吸するその感覚。ふっ、始めようか。あっ、痛くも痒くもない。ぜっ任せ、退け。立ちなさい。人体は皆脆いがゆえに美しい。成功だ。まさか本当にできるとはな。メモキーパーにとってこの程度の記憶域は子供の遊び場に過ぎないわ。さあ正門から出ましょう。は？自分の意志で結末にたどり着いてみせる。いや、人体は皆脆いがゆえに。成功だ。まさか本当にできるとはな。メモキーパーにとってこの程度の記憶域は子供の遊び場に過ぎないわ。さあ正門から出ましょう。とどまれ、とどまれ。痛い？好きなの？私も好きよ。
ここは行き止まりか。うまくできたわね。あなたには記憶の才能があるわ。エレベーターがある。ロビーのものとそっくりだな。これに乗れば目的地に着くはずだ。でも全体の記憶域はかなりひどく歪められているみたい。二人とも気をつけて。とどまれ。痛い？いいところに来たわね。アッキは俺様だけで十分だ。君らはこの生徒し、君らに選ぶ余地はない。任せろ。退け。立ちなさい。また足でも。素晴らしい。さようなら。ほらほら。はっ。ルールは破るためにある。始めよう。落ち着いて。好きなの？私も好きよ。着いた。エレベーターがある。ロビーのものとそっくりだな。これに乗れば目的地に着くはずだ。でも前方の記憶域はかなりひどく歪められているみたい。二人とも気をつけて。ほら、そんなに簡単ではないと言ったでしょ。ここはどこかしら。このドアも鍵がかかっているのか。このままじゃキリがないわ。やっぱり私にやらせて。この記憶域は歪みすぎているわね。少し優雅じゃない手段を取る必要がありそう。二人とも少し時間をちょうだい。ああ、あった。この無境の中心が見えたわ。
ファミリーの人間がいる。他にも何人かが手探りで進んでいるみたい。あなたの仲間もうまくいっていないようね。一人、二人、三人。え？三人？この三人目はロビーへの道を探している。待って、これは前にあなたと一緒にいた女の子。私にもわからないけれど、記憶域に見覚えのある影があって、それが彼女の感じに似ているの。彼女には何か無境に入らなければならない理由でもあるの？彼女は走ってる？いえ、これは逃げてるのかしら。彼女の後ろに何か。まずいわ、二人とも先を急ぎましょう。事態は急を要するわ。今回は例外的な手段を使ってあなたたちを連れて記憶域を突破するしかない。記憶域から彼女の思考をいくつか拾い上げたの。これはあなたたちが彼女に対するイメージを組み立てるのを助けてくれる。この思考を頭の中でしっかり掴んで整理して形にしてちょうだい。さっきよく知っている記憶をいくつか補足したのだけど、ここに現れた友人は彼女だけじゃない。あなたたちが遭難した時現場にいた第三者、あの記憶域ミーム、あれもそこにいるわ。私は諦めない。早くここを通り抜けて。夢を見た。一本の新芽が土を突き破り、朝日に向かって咲き誇る。そして私に囁くの。人々はなぜ眠ることを選んだのか。私はね、夢から覚めるのが怖いからだと思う。気をつけろ、近くから危険な匂いがする。二人とも警戒を解かないで。you
あなたは大丈夫か？こっちを見て、落ち着いて深呼吸するんだ。いいな。私がやるわ。落ち着いて。あなたは大丈夫。こんな時に申し訳ないのだけど、私はしばらくここを離れなければならないの。まだ死はうろついている。姫子さんと美月さんの安否を確認して警戒を続けないと。彼女のことはあなたに任せるわね、ヨミさん。こんなことになってしまってすまない。あの少女に気を取られて見過ごしてしまった。私のためらいが彼女を死なせてしまったんだ。本当にすまなかった。だがまだその時じゃない。巡守の前に私たちは真の敵がどこに隠れているのか、それに対抗するにはどうすればいいのか、しっかり考える必要がある。心の痛みに思考を振り回されてはいけない。自分を保たなければ正しい道は歩めないんだ。敵に情けをかける必要はない。それは己に対する残酷な行為だからだ。だが真の敵が誰なのかはしっかり見定めなければならない。以前こう諭されたことがある。あなたは刀を振るう意味と代償を知らなければならない。これは多額の血の負債を抱えた人間があなたに送れる唯一の忠告だ。二人とも、ただいま。姫子さんから伝言よ。悪いニュースと、いいニュースがあるわ。状況は分かったわ。あんたは彼女を連れて安全な場所まで避難してちょうだい。余裕があればそのホタルのことを先に調べても構わない。後でクロックボーイの彫像の前で合流しましょう。そういうことだから姫子さんに頼まれた通り二人を連れて現実に戻ろうと思うの。あなたが無事でいてくれてよかった。出発しましょう。話の続きは安全な場所に着いてからね。ブラックスワン、転送ゲートを開くつもりはないのか？転送ゲートを使うのはおすすめできないわね。彼女の精神状態はまだ不安定だから。
さっきのような乱暴な移動はできるだけ避けたいの。それに撤退するときに蛍さんのために何かできることがあるんじゃないかしら。この辺りには彼女の痕跡が残ってる。それが完全に消えてしまう前にあなたたちの記憶にしましょう。道すがら調査ができるならそれもいいな。それじゃ出発しましょう。まずは別の道を探さなければならないけれど。すまないが、あと数分だけもらえないか。まだやり残したことがあるんだ。死があなたの長い夢を終わらせますように。そしてあなたを目覚めの世界へと導きますように。行こう。こっちよ、ついてきて。痛い目に遭いたいのか。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。どういうこと？浴室が急に熱くなった。あなたも気づいたか。まるで何かが燃えているような。とどまれ。
これは焼け焦げた残骸。かすかに火が残っているな。この様子だとまだ犯人は遠くには行っていないだろう。しばらくは歩くペースを落とした方が良さそうね。このモンスターは熱兵器か何かで死んだみたい。気をつけろ。この痕跡は新しい。招かれざる客はまだそう遠くには行っていないはずだ。燃える記憶ばかり。この深海の中ではひときわ目立つわね。このモンスターは高熱反応で死んだみたい。おかしい。この痕跡は少し前に残されたもので、誰かがここから立ち去ったばかりであることを示唆している。これはさっきのことと何か関係があるのか。その手がかりだけでは私でも推測するのは難しいわ。あなたの直感は何と言っている。以前記憶は嘘をつかないと言っていただろう。これらの残骸の記憶から判断すると、その人物は大柄で平均的な成人男性よりはるかに頑丈。行動に迷いがなく、すべて一撃で命を奪っている。傭兵か、あるいは殺し屋かもしれないわね。彼はロビー側のドアから入ってきて、ホテルのさらに奥へと向かった。だとすれば、これまでに起こったことの全てを見ているはずだけど。前言撤回。できるだけ早く蛍さんの姿が焼き付けられた記憶域に行きましょう。このターゲットの仕事ぶりを考えると、彼の目的地もそこだったとしたら、もう現場には何の手がかりも残っていないかもしれないわ。二人ともこっちよ。できるだけ安全な近道を作るわ。